二硫化アリル、または、ジアリルジスルフィドは、ネギ属の植物に見られる有機溶化合物である。硫化アリルやジアリルテトラスルフィドと共に、ニンニクの精油の主成分を成している。黄色味を帯びた液体で、水には溶けず、強いニンニク臭を持つ。ニンニクなどのネギ化植物を切った時に放出される、アリシンが分解することによって生成する。二硫化アリルは、 民間伝承でニンニクにある様々な健康に良い効果を持つとされる一方で、ニンニクアレルギーを引き起こすアレルゲンでもある。ごく薄く希釈したものが食品の香り付けに用いられる。1844年に、テオドールベーザイムは水蒸気蒸留によってニンニクから刺激臭のある物質を分離し、アリルと名付けた。その後1892年になって、 フリードリヒビルヘルムセムラーはその物質の成分の一つとして二硫化アリルを確認した。その戦具体であるアリシンは1944年にチェスター・ J ・キャバリットとジョン・ヘイズ・バイリーにより発見されている。1947年、ストールとゼーベックはアリナーゼという酵素によって二硫化アリルやアリシンがアリーンなどシステインの誘導体から合成できることを見出した。 主にニンニクや玉ねぎ、リーキなど、ネギ科の植物の細胞が壊れる時に放出されるアリシンの分解によって生成する。ニンニクのリン系を水蒸気蒸留すると最も効率よく得られ、精油は重量で2%の二粒化アリルを含む。ニンニクの葉からも得られるが、その精油には0.0060程度しか含まれていない。工業的には二硫化ナトリウムと、 シューカアリル、または塩化アリルから、不活性ガス雰囲気か40摂氏60度での反応により製造される。この時に硫化ナトリウムは硫化ナトリウムと、硫黄から系中で発生させる。反応は、発熱的であり、収率は88%に達する少量であれば、テトラブチルアンモニウム塩を触媒として、空気中で蒸気の原料から合成することができる。 収率は82%以下となる。アリシンの二硫化アリルへの還元は、摂取37度以上で特に速やかに起こる。工業合成と植物からの抽出でともに問題となるのは、ジアリルトリスルフィードなど、多流化物からの分離である。これらは物理的性質が非常に似通っているため、普通に販売される製品の二硫化アリル含料は80%程度である。 強いニンニク臭を持つ。食品工業では、肉、野菜、果物の香りを良くするために用いられる。透明で黄色みを帯びた液体であり、80%品の、沸点は138摂氏139度である。引火点は摂氏50度、密度は約1 0ラムミリリットル、蒸気圧は摂氏20度で1水銀中ミリメートルである。 極性は低いため水には溶けず、油脂やヘキ酸、トルエンなどの非極性溶媒に溶ける。二粒化アリルの反応、ジアリルジスルフィードは酸化するとアリシンになるが、分解するとジアリルジスルフィードに戻る。触媒の存在下に、ハロゲン化アルキルと反応して1、アルキル値をマイナス3、アリル値をマイナス1プロペミア1、3、ビスプロペンを与える。ルテニウム触媒を使うと含む。 イオウフクソフクカン化合物を合成できる。塩化鉄や塩化銅を触媒とする、多硫化ジアリル合成の線具体となる。二硫化アリルの不回収は、一化性受容体電移微イオンチャネル A1 を通じて、知覚される。このイオンチャネルは、古くから人や、動物だけでなく、菌類にも存在している。すなわち、ネギ化植物は侵略者に対抗するため、進化の早い段階で、 ジアリルジスルフィドとトルパ1の作用を使った防御機構を発達させてきたと考えられている。二粒カアリルは細胞の下毒に有効である。急電子的な毒性物質に結合するグルタチオンエステンイコの生成を増加させる効果を持つ。この効果によってニンニクは肝細胞の下毒作用を助けたり神経細胞を 酸化的ストレスから保護したりすることが、インビトロの実験で示されている。この下毒作用は炎症を防ぐ効果を持つ、可能性がある。ラットに長期間に硫化アリルを投与すると、腸管細胞の非毒が防がれること、多量のニンニク油による副作用のうちのいくつかは二硫化アリルによるものではない、ことを示す実験結果が報告されている。肝臓の下毒作用を補助する効果によって、 二硫化アリルを化学療法、例えばシアン化物の解毒などを行う際の肝臓の保護に利用できるのではないかという提案がなされている。ネギ化植物の細胞の破壊に伴って放出される有機溶化合物は抗菌剤、殺虫剤、殺溶中剤としての効果を持つ。特に二硫化アリルはニンニク油がカビや微生物の成長を阻害する主要因である。 胃潰瘍の原因菌であるヘリコバクターピロリに対しても効果を持つがアリシンには及ばない。抗菌剤として二硫化アリルはトブラマイシンと共に外科手術の前に腸などの組織を選択的に除染するための薬剤に配合される。心臓弁膜手術を行う際にそうした薬剤が内毒血症を防ぐという臨床試験の報告例がある。 ニンニクは大腸がんを予防する効果があるとされ、いくつかの研究では、ニリューカーリルは、そのような効果をもたらす主因であると示されている。マウスでの実験により、効果は容量に依存することが明らかにされている。ニリューカーリルは、通常の細胞よりも、癌細胞に強く採用する。また、酵素を活性化する活性酸素などの化学種を濃縮し、 癌細胞の破壊を導く強い効果が容量に従って現れると報告されている。ニンニクには循環器疾患の進行を防ぐ効果があるとされている。動脈硬化や冠疾患などの循環器疾患の原因として酸化的ストレスが寄与している可能性があり、これは二流カーリルが細胞の下毒を助けることなどによって減少させることができるとされる。 イオンチャネルトルパ1を活性化することにより、二粒カアリルは短期的に血圧を硬化させる作用を持つ。二粒カアリルは皮膚刺激性を持ち、アレルゲンとして作用する。特に調理師や主婦に起こるニンニクアレルギーの主要因である。アレルギー症状は指先から起こり、市販の手袋では二粒カアリルが透過するため防ぐことができない。ラットでの傾向による、 半数致死量は2 6 0ログラム、経費では3 6グラムである。猫では5グラムの高容量を皮膚に置くと、溶血性貧血による致死が見られている。空気中、血液中の二流化アリルは、ガスクロマトグラフィーで容易に検出することができる。消防法に定める、第4類危険物、第二国有類に該当する。ありがとうございます。